こんにちは、印材一輪の三田崎です。またお会いできました。今日は、半幅結びということで、随分ねメジャーになっていて、普段に気軽に結べるということで締めてる方もだいぶ多くなってきました。でもその中でね、これ締めづらいんですとか、いろんな帯ありますよね。実際にね、あの半幅結ぶの苦手なんですって方もいらっしゃいます。それをちょっと一回からげただけでね、何回もギュッと縛らなくても、結べるやり方を今日はねやってみたいと思います。ね、ちょっと固めの帯でもできますよっていうね、帯結びになると思います。最後までね見てください。はい、では始めましょう。半幅帯をね使いますけれど、半幅は今日は少し長めのものを使っております。ね、なんでかっていうと、羽根をねたくさん、あのひだをたくさん作りたいので。ね、今回は私用に少し長めで4メーター40使いますけれど、4メーターぐらいあればいいかなと思います。ね、あのひだをたくさん使いたいっていうので少し長めです。それと、仮紐を1つ、それとあとはクリップ大きめを1つご用意ください。これはね、緩まないために使ってますので、なくてもできるんですけど、ぜひこのがあった方が便利です。はい、はい、では始めましょう。長い帯ですから2つに折ります。2つに折って真ん中に、クリップを1つ留めます。これ上下がありますので気をつけて、真ん中ちょうど真半分でいいです。これを真ん中ではなくね、ちょっと右側に留めときます。クリップでしっかり留めてください。はい、それで右側からスタートしますよ。ぐるっと一周します。はい、ぐるっと一周すると左側に出てきますよね。左側、これを左の腰から内側に折ってね、左の腰から半分に内側に折ります。ここまっすぐきれいにね折ってくださいね。2つに折ってますね。これを左手で押さえて、これを外三角にして右の肩に乗せますね。右の肩に乗せて、今度これ右側にあるのをかぶせていきますよ。綺麗にかぶせます。でぐるーっと一周、下を必ず右手で持ちます。それから左の腰のね、一周目のところのここ手がかりを押さえて、右をぐーっと引いてあげますね。しっかり締まりますね。これを右手でクリップ外して、右の腰のところを止めときましょう。これでもう帯は緩みませんね。はい、そこからクリップのところからまた内側に半分折ります。綺麗にこうね筋目を通してあげてください。で真ん中でちょうどからげたいので、ここ、右側の方にあったのを少し左まで引いてあげますね。で今、上にある方を下にしてね、右から来たのを上にかぶせますね。ここちょっと黒くて分かりづらいですけど、真ん中ここ三角出ますから、ここから手を入れて引いてあげましょうね。そうしましたら左手で上に出たのを持っていただいて、上にぐーっと引いて下をグッと引くね。ちょっと綺麗に、もう一回いきますよ。グッと引いてグッとね、必ず帯の上線のところでからげるようにしてください。で緩まないようにね、ここ広げておきます。両方広げます。こうね、はい、はい。では次に仮紐をご用意くださいね。仮紐、今日はちょっとこんな派手な、ちょっと目立つようにっていう、皆さんに見えるようにっていうんでこれを使ってます。でも普通は着物の色とか、まあ、白とかそういうのを使っていただくといいと思いますね。ここで2周して胸元で1回止めますね。これ2本取りになりますね。2本取り、これを2本一緒にくるーっと回してください。後ろに回して、で帯と一緒にまた回さないといけないので、これを帯の中に、ね、この中に下に下ろしていただくといいと思います。一緒にくるっと回しますからね。はい、それからこれからです。羽を作っていきます、ね、まずは帯のこの仮紐の位置から
10センチ以上上げていただいて、はい、ね、これを蛇腹に折っていきます、ね、帯の下線、ね、帯の下線まで届くぐらいの感じ、ちょっとこんな感じですかね、少しこう紐に引っかかるぐらい、ね、これを仮紐を下から一回、ね、通します。全部一回通して、よいしょ、こんな感じで通します。はい、次こちらですね、こちらを一回上げます。これも上に上げちゃう、ね、で、わかりますか、上げてしまって、これも長さね多少違っても大丈夫、蛇腹にちょっと折ります。こんな感じで、ね、同じ長さの方がいいんですけど、もう全然大丈夫。これを下からやはりこの紐を通します。よいしょ、ね、ここまで皆さんやってください。はい、ここから、ちょっとクロスさせたいんです。こうやるとね、ペタッとした帯になっちゃうので、クロスさせます。どっちでもいいですけど、今これが上に乗ってるので、これを左にこういう感じでクロスしますよ。これからこうやって、段々にしていきます。簡単でしょ？ね、下をちょっとボリューム広げていただいて、上はちょっとこう、ね、下をボリューム出して、上がこうなるような形が綺麗だと思います。で、こことここ重なってますから、これもちょっとずらしてあげる。よいしょ。ね。これとこれも重なってます。どっちがいいかしら。よいしょ。こんな感じが綺麗かもしれない。ね。はい、もう出来上がりです。あ、忘れちゃいました、また。で、仮紐、ここの仮紐ピンクありますよね。これを隠さないといけない。ね。こちらを、帯揚げを、4つ折りからまた2つ折りにして細く折ってください。これを紐の位置どこでした、ここね、ここに入れます、ね、で軽く留めといてください。後ろにね、紐を隠さないといけなかったでしたね。よいしょ、ね、また綺麗に、よいしょ、ね、こんな感じ でぐるーっと回します。はい、いかがでしたか？半幅うまく結べましたでしょうか？ね、半幅って、決まりがないので、もう何ができてもそれが正解です。あなたらしい帯結びをやってみましょう。ね、絶対失敗だなと思わず、緩んでこなければ全然大丈夫です。はい、頑張ってやっていきましょう。いいねボタンと、登録の方よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。